皆さんこんにちは。動画投稿に時間がかかってしまい申し訳ありません。今回で完結ですので、もしよろしければ最後までご覧ください。これは研磨剤です。塗装の仕上げをしていきます。研磨剤で磨いた後は濡れたティッシュで拭きます。次は最も目が細かい研磨剤を使い最終仕上げをします。ボディとシャシーを合体させます。タイヤを支えている軸が折れました。次にスペアタイヤを取り付けて抜きます。次にドアの取っ手を取り付けます。ずれました。反対側も同じように取り付けます。エングラムの角度調整をします。しかし、悲劇が訪れました。この車用ワックスを使ったせいで、何があったのか詳しく説明すると、このワックスを使ったせいで、せっかく綺麗な塗装だったのに白い線がたくさん入ってしまったのです。このティッシュで拭いた時に傷がついたと思われます。Thank you for your viewing.